ります。いってらっしゃい。みんな、いらっしゃい。おお、うまそうなおむすびだな。そうでしょ、ヨーナちゃんが作ったの。嘘つくな、あんたは味見しかしてないだろ。へへへ、そうだったかな。いつも妹たちがお世話になっているので、今日は皆さんを呼んでここでピクニックしようかななんて思ったんです。ピクニックね。おにぎりありがとうございます。どうしたんですか、そんなにおどおどして。慣れない人は怖い。あら、そうなんですか。でも緊張しなくていいのよ、私全然怖い人とかじゃないですから。本当ですか。ええ、本当です。本当に本当ですか。ええ、本当に本当です。本当に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 本当ですか。ええ、本当に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 本当です。本当に本当に。紫、疑い深いのもいい加減にしろ。でも少しだけ怖い匂いがするから。それじゃあ料理はこれで、あとはみんなで楽しんで。料理ちゃん、どこに行くんですか。どこだっていいでしょ、料理はお腹空いてないの。料理ちゃん、ダメだよ、みんなで仲良く食べようよ。うるさい、グダグダ言うとおにぎりをあんたたちにぶち込むよ。ヨーナちゃん、だんだんとヨーナちゃんよりピーヨンが多くなってきたよ。ふん、じゃあね。よし、こうなったらヨーキョー姉ちゃん、ヨービちゃんを引き止めて輪っかにタッチ。おい、ボケカス料理、どこ行くんじゃ。このドアホが一緒に食うっつって握り飯作ったんだろうが。あんたの足でひんむいて盛大に突っ込んでやろうか。やっぱり なんですかこれ。はあ、また天使の輪を触ったのね。グダグダ言うなら力ずくじゃ。たく、
Yeah.
ち着いて。はい、天使の輪にタッチ。元に戻りました。でもこっちの私にしても同じことですよ。リョウビちゃん、一緒におにぎりを食べましょう。もう分かったわよ。一緒に食べればいいんでしょ。食べれば。さっきのリョウキさんは何だったんですか。私怖くて怖くて失神するところでした。病気お姉ちゃんは頭の輪っかに触ると人格が変わるみたいなの。面白かった。面白いわけないでしょ。あんたは罰としておむすびはお預けよ。クンクン、チンチンするから食べさせてほしいわ。さあ皆さん、輪になって座って。料理、どうしてそんなところに。涼気の隣に座らないのか。そうよ、こっちにいらっしゃい。涼美はここでいい。今日は涼気姉さんとみんなが深刻を極めて。なあ、深刻を極めるじゃなくて親睦を深めるだったわ。涼美ちゃん、そんな顔で一人ボケツッコミされても怖いよ。それじゃ、リョウキの隣は私が座るぞ。ミヤビの隣は僕の指定席だ。じゃあ、リョウナちゃんはリョウキお姉ちゃんの隣。私はリョウキさんの後ろで。また何かあったらいつでも逃げれるように。さあ、みんな座ったところでいただきます。いただきます。うん、おいしい。本当だ。それはよかった。ホヒホハは。あ？料理はなんて言っているんだ。ごちそうさまです。はいはい、もう行こう。食べたからもう行くって。それにしてもよくわかるな。リョウビちゃん、まさか病気お姉ちゃんを避けてるの。まさかはない。食べたのか。今のは何と言ったんだ。まさかじゃない、避けているんだですって。リョウビちゃん、姉さん、どうしてお姉ちゃんを避けているの。わかるでしょ、それくらい。わからないから聞いてるの。姉さんへの最後の言葉、リョウビがひどいこと言ったの覚えてるでしょ。ひどいこと、そんなこと言われたかしら。嘘、しらばっくれないで。でも本当に覚えてないのよ。死んじゃえばいい。私は姉さんにそう言ったんだよ。ああ、なんとなく思い出した。そんなことを言われた気がするわ。気がするって。でもお姉ちゃんは怒ってないし何にも気にしてないから、そんなことで避けなくていいのよ。そういうところが嫌いなの。死ねって言われて気にしてないとか、どんだけあそこに毛が生えてるのよ。じゃなくて、どんだけ心臓に毛が生えてるのよ。そうは言われても本当に気にしてないから。もういい。ちょっとリョウビちゃん、
行きますね。